ロッテは、だから有藤さんぐらいかな。有藤さんって、まあ、殴ったりもするんだけど、とにかく考えられない練習させる。片足屈伸100回やれって。俺やらされたもん、本当に。できますかね、100回で。いや、もう本当死んじゃうかと思った。でさ、それもさ、ファン感謝伝の時にやらされて、感謝伝前に、でたまたまピッチャー3人で俺と一個下にタゴジョージってのがあって、タゴさんジャイアンツ来ました、そうそうそう、あと吉岡っていう後にバッティングピッチャーになったのがいいんだ、うん、でこの3人がさ、片足屈伸100回と腹筋1000回やれとか言われてファンカンの日ですよね。そうそう、ほんでファンカンの日にさ、グラウンドでさ、ライトのさところでさ、片足屈伸やらされてさ、ほんでもうで腹筋は何回やってんだって吉岡が100を5セットって言おうと思ったら、100って言った瞬間に何100回ってポカーンってぶん殴られて、ほんでさ、たまたまさ、玉入れがあったのよ。で俺らさ、有藤さんがちょうど俺らのさ、あの敵のチームだったわけよ。ほんで有藤さんちょうどあの後ろ向いてこう やってたから、で玉入れでもさ、中にさ小豆で硬いのがあんじゃん、あれもう玉中入れる問題じゃねえ、もう有藤さんに向かってぶん投げてさ、めちゃくちゃやらされたもん、はあ、練習でも。あの人ね、監督になって最初の春のキャンプの時に、これ後から聞いたんだけど、奥さんに2000万用意しとけって言ったんだって、でなんでかっていうと、選手を壊すかもしれない、そのぐらいの覚悟で、でカープが5時まで練習してると、1日8時間練習やってると、何を狂ったか、7時ぐらいまで練習グラウンドで。キャンプですか。キャンプ、キャンプだって、あの紅白戦18イニングだよ。俺11打席ぐらいだったもん。18回やったんですよ。え、そんなことやったんですか。やってたやつは。でカープよりうちの方が練習やってっから負けるわけないって言って、うん、カープとオープン戦で負けて。もう平沼とかかわいそうだったのが、はい、有藤さん1年目はさ、ずっとスパイク入ってたのよ、監督なのに。でさ、自分がもうスパイク履いてるの忘れちゃうのよ、シーズン入って。でも平沼なんて血だらけだからね、ほんとスパイクで蹴っ飛ばされて。平沼さん中日から来たんですよね。そうそうそう、とんでもないとこ来ちゃったんでしょうね。いやもうだってあの時落合 で、 そうですね、もう4対1のすごいトレードで、ね、牛島さん、牛さん、桑田さん、上川さん、あ、上川さん、平沼、はい、でこの4人自主トレで怪我した。あんまりきつくて考えられない練習量だからさ、こんなにやったことないとかって言って。あの頃合同実践まだあった時ですかね。そうそうそう、だって早稲田の陸上の先生が来てさ、あ、そうだ、あれ5年、1時間ぐらいずっと走ってたりとかさ。あれ愛子さん、僕1年目の時、愛子さん5年目のはずなんで、うん、秋山さんと同級生ですもんね、うん、そう、5年目の時まだあったんですよ、自主トレが。僕も、うん、自主トレ最後の経験者ですよ。あ、ライオンズもきつかったんですよ。スパイクで1時間走やった後、100m ダッシュ100本ですよ。ダッシュと半分にしてやるっていうから、よっしゃってみんなでガッツポーズしたら 200m だったって。同じじゃねえかってことライオンズもやったんです。最後クールダウンだって、卵一周40分以内よーいどんと8キロマラソンですから、ライオンズもやったんです、広岡さんも。そんな時代なんですね、もうあれ。そう、もうなんか無駄に。で俺有藤さんの時なんてさ、もうさ試合前だよ、早く出てきて、うん、ポールポールを10往復あの全力で走って、ジョギングで戻ってっての10本やらされて、うん、それから1時間特打を130試合やらされて、ダブルヘッダーもやったんだから俺朝。はあ、それが試合なんか関係ねえと。俺ネクスト立つのがもうかったるくてさ、あのボールガールが座ってるあの椅子のとこでこうやってさ、ダブルヘッダーの時なんて2年やった。はあ、それでも大きかったですね。でもその、いやもうだからそういうの無駄、多分今の人なんかはさ、そんな無駄だとは言うかもしれない。親に言いつけますよ、そんなことやらないと。今の子はでも落ちさんもきついもん。落ちさんのバッティングは理論は何と教わったんですか。僕実は聞けて、落ちさんに聞いてたことなくて、家も呼んでもらったり、かわいがってもらってたんですけど、うん、なんかバッティングの話聞けないまま終わったんですよね。落ちさんはね、何がすごいなって思ったのが、俺は右バッターで左のバッティングは教えられないと、ね、バッティングの基本はお前には教えてやると、だけど左のバッティングはリーさんに聞けって言われて、俺リーさんに聞きに行ったりとか、ただ俺が教えるバッティングは左ピッチャーのボールをライトにホームラン打てるバッティングだって言われたのね。でもあの人はもう本当に全ての関節を
うまく使えっていう考え方で、やっぱり後ろのこの肘の入れ方とか、もうそこだよね。で、オチさんってほら、山内さん、オチさんがいた時、山内さんがあれだし、あのインコース打ちとかのとか、あと高畑さん、あ、高畑さん、高さんがやっぱり影響大きかったね。俺はもうすごい教わったし、オチさんも教わったんですか、高畑さん、うん、で、あの人ってさ、やっぱ南海時代の野村さんの時のほら経験者だから、うん、まあピッチャーの癖見抜くのうまい。で、オチさん もうすごかったもん、うん、山内和さんさ、南海の、はい、あの人7割ぐらい打ってんのよ、はい、でさ、なんでかっていうとさ、スライダーになると首が傾くんだよね。だからもう狙い撃ちよ、スライダーとか。だからもうオチさんってなんか、あ、なんで言わねえんだろうなとかって、うん、でもね、俺あの人はね、多分なんかオチさんのことを YouTube なんかでいっぱい言ってる人たちとか、まあ、軸足がすごいとか、みんな前田とかも言って実際そうなんだけど、うん、何がすごいって右手の握力の強さやばいから。あの人さ、遠回りの副産物だと俺は思ってんだけど、あの人は2年間ボーリングやってたのよ、うん、だからここの強さやばいんだ。はあ、プロボーラー目指したって言ったんだから。ボーリングってさ、多分プロ目指す人って大体14コンスぐらいのボール投げんじゃん、うん、それ1日さ50とか100ゲームぐらい投げるわけだから、うん、ここの強さやばいのよ、うん、だからあの人バッティングってこう左腕の張りがすごかったりするんだけど、最終的にやっぱ右手の強さが、だってトレーニングコーチの池田さんっていうのが落ちたにここ掴まれて息詰まるって言うぐらいガッて握っただけでも、はあ、で、あとね、あの人の自慢はね、おたけし俺はなって王さんのふくらはぎと同じ42センチなんだよっていう、ふくらはぎの太さをすごい自慢してたんだけど、なんかもう技術もすごいけど、もう身体的にもすごかった、ね、すごかったですね。やばい、あの右手の強さ。だってあんな長くて重たいバット使えないよ。そういうことなんですね、うん、あと尋常じゃないぐらいの質のバット使ってる。日韓の試合があった時に、うん、オチさんさ、ああいうさ時ってバット持ってこねえんだよ。なんか知んないけど、ほんでさ、タケシって俺ウィルソンのバットって、あ、そうですね、水野じゃん、はい、で俺ウィルソンで W じゃない、はい、これこうやって見たら M に見えるよなとかよくわかんないこと言ってて、だけど俺の34インチだから短いから、はい、キヨがいますよって言ったら、ちょっとキヨにバットもあの借りて借りてこいって言うから、はい、キヨのとこ行って、なんかおじさんバット貸してくれって言ってんぞって言ったら、日本シリーズの後だったから、日本シリーズで取っといたバットあんですよっておじさんのとこ持ってったら、うん、なんか目見て音聞いて、俺の練習用やなっつって言って、キヨが、あの人どんなバット使ってんですかって言って、もうこだわりすごかったですね。すごかった。目がちょっとでも曲がってたらもうダメだから。あの人はまっすぐじゃないとダメなの。掛布さんはこう歪んだ目が好きで、だからその目を隠すためにあの人黄色いバットだったんだよ。で、掛布さんがもう他いらないやって言って、ファームの人がもらった、こんないいバットもらっていいんですかって、まっすぐの目のやつが組んだって。好みですよね。そうそうそう、あの篠塚さんなんかは、うん、節目があったら喜んで使ったって言ったんです。まあ芯の方ですけど、あ、節の周りって硬いって、ね、硬いって言いますもんね、うん、節目に当てれるのがすごい。あの人もやっぱりもう天才だよ ね、 そうですね。これ一回あの人でこの人とんでもないすごい人なんだなって思ったの、バッティングが、うん、こうやって打ち行ってさ、体が前行ってんだよ、うん、だけどカーブで普通はこうやって打ち行っちゃう、はい、あの人もう一回戻して打ったから、ね、すごいっすよね。普通できないよね、そんなの。戻れないっすよね。あの、ここの奥行きが上手な人はまっすぐ刺されそうになってこう残してる人いますけどね、ちょっとこう距離作っちゃうみたいな、出てってんのに戻ったんですか、うん、でもね、俺あの結構ね、イチローがいて前田がいてって天才みたいなこと言われてるけど、俺の中ではそれよりも以前の吉村の天才度は、ああ、そうだったっすか。あれはもうちょっとすごかったよね。でもみんな言うんすよね。